はい、今日もご覧いただきありがとうございます。ワンラボのワンです。本日なんですけれども、スナップ系の写真集、おすすめを紹介していこうと思っているんですけれども、ちょっと一味変えてですね、フォトグラファーの方に僕の方からお聞きしました。おすすめ、もしくはお気に入りの一冊、どんなものがありますかと。で、それに対して返ってきた答えを、皆さんにご紹介していこうという、動画になっております。まあ、今回そのスナップ系に絞らせてもらった理由としては、好きな写真集何ですかっていうと、さすがに広すぎて、答える側も一冊にとてもじゃないけど絞れないよっていう風になってしまうと思ったんですよね。で、まあなんでここではスナップ系という風に言わせてもらったんですけども、まあとはいえスナップ系とは何ぞやっていう人もいると思うんですが、わかりやすく基準をお伝えするために4点ほど選んでいただく方にお伝えしました。はい、日常で取り集めた写真であること、特定の人物が写っていないこと、コンセプチュアルな作品かどうかは問わない、時代性も特に問わないという、この4つがまあクリアされていれば基本的には何の写真集でもいいよというふうになっております。はい、ではまず1人目、ミス・ビーンさんです。前回の女優展4回目ですね、三吉彩花さんを撮っていただきまして、まあ、本当に世界観が素晴らしい方ですよね。そんなビーンさんが選ばれたのが、ヒロミックスさんのガールズブルーです。コメント届いてまして、17歳の女の子のエナジーある日常、可愛らしさ、純粋さもあります。友達、花、猫、食べ物、自撮りなど彼女が興味を持つ全てがフィルムに収められています。概念、思想、美学を持っていなくても自分の周りの小さな共同体や生活を撮影することでどんなものでも写真作品になります。どのように撮るかより何を撮るか is the key。 その時代の新しい写真文化を形成した It's a significant piece というコメントをいただいております。まあ、母国語が日本語ではないので文章自体もなんか可愛らしくて素敵だなと思ったんですけども、なんて言うんでしょう、何を撮るかが大事だと、どう撮るかよりっていうことを、ああいう世界観をお持ちの方が言ってくれるのが何とも素敵というか救いというか勇気の出る一言だなと思います。この写真集はもしかすると平成生まれの方とかだともう知らないっていう人もいるかもしれないですけど、ヒロミックスさんという、だからここにミスビンさんがまさに言ってくださったように10代の頃から写真を撮っていた方が、この写真集に関しては多分20歳くらいになった時に出されたファースト写真集、出たのが96年で、この頃のガーリーフォトブームっていうのを間違いなく牽引した一冊です。今見るとどう思うんですかね。逆にフィルムブームが今来たので今っぽいって思う方もいるかもしれないですし、まあ、ちょっと古臭いって思うかもしれないですし、ぜひチャンスがあったら見てみてほしいんですけども、まあ、今はね残念ながらなかなかレアな一冊かもしれないですね。入手困難だとは思いますが、はい、はい、どんどん行きたいと思います。酒井貴博さんです。酒井さんこのチャンネルでもたびたびご出演いただいておりますけども、選ばれたのがこちらです。はい、川内凜子さんのうたた寝です。酒井さんからはですね、スナップ系なのかなですが、川内凜子さんのうたた寝好きです。うたた寝の時に見る夢のような世界の断片が淡々と切り取られていて不思議な気持ちになりつつ、日常の中の美しさとか面白さまたは儚さを気づかせてくれるので好きな一冊ですというご紹介をいただいております。いや、なんかここで川内さんの写真集が出るっていうのが、ああ確かにスナップといえばスナップなんだっていうところが僕としてはある意味意外というか、というのも川内さんの撮る写真はもう川内さんでしかないので、それをスナップ系と思ったことが僕はなかったんですよね。でもさっきの4つの、基準には間違いなく当てはまってますし、川内さん流のスナップであるのは確かにそうだなと僕も改めて思いました。
写真を撮る人からするともう見た瞬間に川内さんっぽいというか、もうなかなか撮れる感じの雰囲気ではないよねっていうのはもう皆さん思われると思うんですけど、特に専門じゃない人から見てももうただただ美しくて眺めていられる、絵本とかもの写真にもなってらっしゃるような写真家の方なので、ある意味万人受けもできる写真っていうのが素晴らしい点だと思います。ただし写真集の帯にある一言とか中にある少しグロい写真、グロいというか、なんか死生観を感じさせるような写真とかがちょくちょく挟まっているのは今も昔も川内さんらしさの一つかなと思います。ぜひ見てみてください。続きまして大林直之さんです。大林さんが選ばれたのは早速ですけどこちらです。はい、米沢純子さんの赤い糸、コメントいただいておりまして、玄関先にかけられた傘、公園の親子、ポツンと浮かぶ赤い風船、丁寧な眼差しでスクエアに切り取られた日常にある風景は優しくてどこか切なく静かな余韻が心地よい一冊と、はい、いう文章、素敵な文章ですね、いただきました。なんか最後の静かな余韻が心地よい一冊、優しくてどこか切ないっていう、なんかそれ自体が大林さんの写真を表しているようでもあるなと個人的には思ったんですけども、素敵な写真集だと思うので皆さんもぜひ見てみてください。赤赤社さんから出てまして、まだ購入できると思います。はい、続きましてですね、ピクゾーさんです。ピクゾーさんはこの後開催されます3月ですね、女優展の5回目にご参加いただいております。八木莉可子さんを捉えた作品がもう本当にただただ素敵なので、ぜひご来場いただきたいですし、そちらのお話もまたしたいなと思います。でそんなピクゾーさんが選ばれたのが長島ゆりえさんのパスタイムパラダイスです。はい、でこちらの一冊をご紹介するにあたって、まずこっちですね、ピクゾーさんが出されました日記という、それこそスナップ系の写真集がございます。2015年くらいからの日々の写真を記録した一冊で、本当に素敵な一冊で、僕ももともと持ってたんですけど、ピクゾーさん曰くこの一冊を作るにあたってこのパスタイムパラダイスを非常に参考にされたというコメントをいただいております。なんかそれを知るとますます読みたくなりますし、そういう意味では両方読んでみるのも面白いかもしれないです。ただこの長島さんの方は、出たのも結構前ですね。先ほどのヒロミックスさんと世代的には同じ方だと思うんですよね、出始めは。で、今はなかなか入手することが難しかったりするんですけど、調べてみるとたまに古本屋にあったりオークションに出たりしているようです。はい、でせっかくなんでもう一冊ということで、佐内正文さんのわからないっていう一冊を紹介いただいております。でこの一冊に関してもですね、ちょっと関連付けるのであれば、次回の女優展、八木莉可子さんを捉えた作品の中でこの一冊が、特にオマージュとかではないんですけどというふうにご本人がおっしゃってますが、ある意味関連して登場する形になっておりますので、ぜひ展示だったり女優展の写真集だったりお楽しみにしていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、恵美子さんです。恵美子さんもスナップ撮るのすごく上手ですし、素敵な写真撮るなっていつもインスタとか拝見してるんですよね。動物とか猫とかすごい恵美子さんらしい切り取り方っていうのがありますけども、はい、そんな彼女が選んだのが、奥山義行さんのロサンゼルス・サンフランシスコです。恵美子さんからはですね、何気ない光景の中の光と色のバランスが心地よく、デザインやレイアウト、カバーの手触りも素敵な一冊ですといただいております。はい、まさにこれユニオンっていう雑誌があると思うんですけど、そこから出された写真集プロジェクトの第1弾で、ユニオンもそうですし写真集シリーズもそうですけど、手触りだったりその想定のお金のかかり方がすごくて、あとはシンプルなんですよね、想定がどれもというところで、外観も素敵な本のシリーズだと思います。で中で書かれている奥山さんのエピローグかなの文章もとても素敵で分かりやすいので読ませていただきますと、どこでもよかったのだけれど、こうして撮ってみるとどこでもよくはなかったと思える。ロサンゼルスとサンフランシスコは
光があまりに澄んでいて、最高品質のサンセットはありとあらゆるものをみずみずしく輝かせ、僕の目の前の解像度をいつだって振り出しに戻したのだから、大変な街だったということですね。日本ではなく、まあ、訪れたサンフランシスコとロサンゼルスの写真、奥山さんが切り取るとどんな風に写るのか、もう多分早くも 5,6 年くらい前の写真集ですね、最近のような気がしますが、はい、これももちろん完売はしていると思いますが、チャンスがあれば探せるかもしれませんので、ぜひ興味のある方は読んでみてください。はい、続きまして角田渡さんです。次回の女優展の5回目ですね、小宮山里奈さんを撮影していただいておりますけども、そんな角田さんが選ばれたのが、富安林久さんの TTP という一冊です。はい、角田さんからですね、はい、富安林久さんの TTP はどうでしょうか。定点でコンセプチュアルな写真ですが、日常に存在している卓球台が様々な意味を持って存在していることに面白さを感じました。はい、ということで、まさにめちゃめちゃ面白い一冊で、これをまあ確かにね、さっきのコンセプチュアルな写真なんですよ。なんでコンセプチュアルだけども日常を切り取った、で定点で撮ってるんですけど、撮り方も別に僕は何も基準に設けてないので、スナップの一つと捉えることが確かにできます、今回の場合はですね。でこの作者の方がドイツの学生寮にいたというか住んでいらっしゃった時に、そのベランダの窓から見える公園に卓球台が設置してあって、まあ、日本だとなかなかそんな場面ないと思うんですけど、まあ、向こうだとメジャーな遊具なのか卓球台がありますと。でそこを定点的に撮っていくと、その卓球台で遊ぶ子どもたちだったり、まあ、そこを机にして物を書いてたり、なんか井戸端会議みたいなことになったり、まあ、荷物置きになったりとかですね、まあ、雪が積もったりとか、まあ、いろんな日常がそこを起点にどん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 時が進んでいく様が非常に面白くて、それをまとめた一冊です。ドイツのじゃないな、イギリスのマックという出版社が今まで写真集を出したことのない作家に贈る、ファーストブックアワードという賞を受賞されたこの富安さんが、その記念で出された一冊ですね。その試み自体もすごく面白いなと思いますし、この写真集も多分ロングセラーなのか、結構本屋さんで未だに見かけます。だからこの作家の方すごく捉え方が不思議で、この一冊もそうですけど、まあ余談ですが、なんかドイツと横浜にある同じ車を同じ画角で捉えて対比させた写真集とかあったりするんですよね。非常に不思議で深掘りしたくなる、はい、興味ある方はぜひ読んでみてください。はい、どんどん行きたいと思います。浜田秀明さん、いただいたのが、ルイジ・ギッリのこのプーリアを捉えた写真集、ちょっとタイトルイタリア語が続くので、このプーリア集の一冊ということで、こちらですね。はい、文章をいただいております。写真集ですが、たくさんありすぎて選べないので、最近のお気に入りの一つとして、ルイジ・ギッリのこのプーリアの写真集でどうでしょうかと。厳密にスナップになるのかわからないですが、日常で撮った、さっきの基準のとこですね、では、当てはまると思います。僭越ながら自分の写真集、ディスタントドラムスは、写っているそのものよりもそれに対する距離感という概念自体をテーマにした、作品なのですが、この写真集に映し出されているルイジ・ギリのスタイルにも共通の思想を感じています。やや淡い色調にも共感を覚えています。といっても撮影は40年以上も前のようなので、共通も何も恐れ多くも期せずして、偉大な先人に似たようなアプローチをとっていただけなのですが、淡々と捉えた南イタリアの静かでどこか寂しい光景に身に覚えのない郷愁を感じる大切な一冊です。勝手に解説してしまいましたと。はい、ありがとうございます。ということで、ルイジ・ギッリと聞くと知ってる方いらっしゃいますかね。なんか日本だと何て言うんでしょうね、写真史とか写真論みたいな部分で教科書的ななんか存在というか風に語られることのが多いのかなと思います。写真講義という本が有名ですよね。でそんなもう何て言うんでしょう、巨匠というんですか、おじいちゃん世代の作家の方が、過去に
40年以上前から訪れている大切な町プーリアを残した一冊ということで、まあ、確かにこう僕ももちろん行ったことないですけど、行ったことのないはずの町並みが写真集になって、読んでみた時になぜか懐かしい気持ちになるというか、まあ、懐かしさに似た知らない感情になるというかね、そういう感覚ってやっぱり写真集ならではだと思いますし、まあ、一つの醍醐味かなと思うので、まあ、まさにこの身に覚えのない郷愁を感じるっていうのは、素敵な感想だなと思います、はい、これは比較的新しい一冊なのでまだ手に入りますね。ぜひ読んでみてください。はい、続きましてですね、フォトグラファーではなく、写真関係の方々ということでここから3名ほどご紹介します。泉美奈子さんですね、デザイナーであり、ピンホールブックスという、自主レーベルを、主催していらっしゃいます。皆さんもご存知の写真集をたくさん手掛けていらっしゃる方です。2冊ご紹介いただいておりまして、1冊目奈良原一光さんのヨーロッパ静止した時間です。はい、コメントをいただいております。言わずと知れた名作です。スナップというと撮ってそのままの偶然の産物という風潮が強いように思う昨今ですが、そうは言っても写真として何をどう撮るべきか、カメラを構えてシャッターを切り選んで人に見せるまでにいくつもの作為が入ることは間違いないでしょう。こちらの作品集は最高の作為の魂というにふさわしく、何でもないヨーロッパの風景のスナップが写真家のアイデアや美意識によって普遍的なイメージに昇華されています。こんな感性で今の日本を撮ったらどんな風になるかなと見ていてワクワクする本。最近新装版が出ましたが、当時の想定と編集にはデザイナーの杉浦康平が関わっており、5万枚を超えるスナップから協力して本に仕上げたそうで、デザイナーと写真家の共同の恒例として参考にもなりますと。5万枚、ということでですね、非常にレジェンド的な方の一冊を挙げてくださいました。面白いですね。確かに今スナップというとポケットから取り出してすぐさま電源を入れてパシャパシャと撮るっていうイメージ、なんとなく皆さんの中にもイメージありますよね。ただそれだけではないというか、そうじゃないアプローチの仕方の恒例ということで一冊挙げてくださいました。はい、2冊目もご紹介しますね。佐内正文さん、遥かの異世界01です。綾瀬はるかさんの写真集シリーズの一冊目ですね。はい、コメントです。手前味噌ですが、私がアシスタント時代にデザインで関わった本です。女優展のファンの方ならお好きかなと。女優の綾瀬はるかさんを写真家が撮影して本を作るシリーズの第1弾で、台湾での食い倒れ旅を佐内さんがチャーミングに撮影しています。綾瀬さんがとにかく清々しいほど食べまくっていて可愛らしい一方、合間に挟まるアンニュイな表情も素敵で翻弄されます。台湾の雰囲気や佐内さんのトーンが、マッチしていて、指定のカメラで使用する企画でも、佐内さんの写真になっているのも見どころ、距離感や表情など佐内さんだからこそ、抜群の観察眼とコミュニケーションが、写真に表れていて、スナップかける女優の旨味が出まくっている本です。はい、先ほどご紹介した浜田さんがその最新号というか5冊目かなを撮られていらっしゃると思いますけども、その記念すべき1回目は佐内さんだったんですね。でしかもその1冊目の時からこれって指定のカメラを使うっていう、ある意味ちゃんとスポンサーのいる企画だったんですね。それも初めて知りました。確かに女優×スナップか。あ、なるほどですね。普通だと女優さんの写真集になりがちなところを、佐内さんといえばスナップ系に代表される作品が多いと思うので、そこを掛け合わせたという意味ではある意味スナップなんだという解釈ですよね。はい、どんどんいきます。続きましてこちらもデザイナーさんです。宮添浩二さんからいただきました。俳優展の方でデザインで関わってくださいましたし、本の装丁も担当してくださいました。その他、たくさんの写真集をデザインされておる方です。はい、何冊かいただいたのでざっとご紹介していきます。富澤大輔さん、字です。この一冊は
非常に面白いアプローチで、富澤さんという作家の方がいらっしゃいまして、でその方が昔小学生というに書かれた字という字、字と書道で書いた字の写真をお母様が久々に見つけてきて送ってきたと。でその一冊、その一枚の字という自分が昔書いた文字にある種の説明できない感動を覚えたこの作家が、その感動をキーワードに集めたご自身のスナップ写真集という、ちょっと説明が難しいですけど、とにかく一文字にインスパイアされた写真がかなりの数ダーッと収められた、なんか写真集っぽくない想定ですね。こうなんか辞書っぽいというか、文学書っぽい想定なんですけど、2年前に出された新しい本なので、まだまだ本屋さんにも置いてらっしゃいますし、今でも購入が可能ですと。はい、続きまして、リーナ・バーマロッケンのこのタイトル、なんて読むんですかね、こういったタイトル、サメティとかそういう感じですかね。はい、リーナ・バーマロッケンはノルウェーの写真家さんだと思うんですけども、ノルウェーを代表する霊視能力者マーロセ・ホーゲンが1915年に建てた小さなコテージで撮影された写真を収録。その場所で過ごした幼少期の自分の影と向き合っているかのような静謐な空気が流れる一冊ですということですね。はい、続きまして、清野芳子さんです。至る所で心を集めよ、立っていいよという一冊ですね。こちらは清野さんが出された、最後の写真集ということになっております。はい、で続いてその宮添さんはご自身のレーベルも立ち上げられていて、APTP ブックスというんですけど、そこから出された2冊です。木村和平さんの東大、有名な1冊だと思いますが、実はこの宮添さんのレーベルから出された1冊でした。はい、それも、もちろんですというか、ご自身でやられた1冊なので挙げてくださいましたし、先ほどのですね、実はピクゾーさんの日記ですね、この一冊も、宮添さんのレーベルから出てます。でデザインも宮添さんですということで、もちろんお気に入りですというふうに紹介してくださいました。はい、ということで合計5冊になりますけども、なんかもうセレクトが秀逸というか、こうざっくばらんでありがたいですよね。国籍も時代性も違ったりするので、なんかいろんな方にヒットするセレクトをいただいて、大変助かりますというか、ありがとうございますという感じです。はい、ラストになります。鈴木文彦さんです。写真をご自身でも撮られますし、写真に関する雑誌や、書籍の執筆とかですね、ライターとかいろんなことを、されてらっしゃる方なんですけども、特にフィルムカメラに精通されてらっしゃるんですが、挙げてくださったのがこちらです。小平正弘さんの、杉浦荘英語室です。はい、おすすめの文章をいただいております。イベントの手伝いに行った製品生活日本橋で偶然手に取った一冊。普段は写真集をさほど見るタイプではないけれども、この杉浦荘英語室は見入ってしまった。暗室があるアパートの一室、その主らしき人のセルフポートレート、窓から見える景色だけで構成されており、初見では暗室が好きな人の試写真なのかなくらいに思ったけれど、どこが流れている時間や景色との対比にそわそわするものを感じた。いや、まさにそうですね。僕もそう思います。解説をさっと読んでみると、コロナ禍の最中に写真家小平さんが取りだめたものということで、逆にとても興味を覚えた。コロナ禍、動いてはいけないとなった時に、その人に残された空間と時間の使い方、そんな人間の事情とは無関係に続く周囲の時間、僕自身フリーランスとコロナ禍は福生市というところの、米軍のある町の仕事場にこもり、人がいない田舎であることをいいことに、散歩しては撮影をしていた。きっとその過ごし方というか、嫌が多でも残るものは人それぞれだったと思う。そして暗室での作業とセルフポートレート撮影、窓からの景色を撮ることが残るという、根っからの写真家の生き方がいいなと思った。スナップという定義とは少し外れそうだけども、限られた空間でも目についたものを撮るという感覚はコロナ禍のスナップなのかなと。さすが
文章が上手ですね。なんかこれを聞いただけで読みたくなりますよね。僕もね、読んでみたんですよ、これを聞いて。めちゃめちゃ面白い一冊でした。そう、あの対比じゃないですけども、こっち側にモノクロのご自身の部屋の写真が並んで、こっち側に生き生きとしたカラー写真の窓から外の木々とか小鳥とかの写真が、あのずっとその対比で続くんですよね。コロナ禍で外に出れない状況の中で、部屋の中ってすごく、なんて言うんだろう、鬱屈したというか、やれること限られた環境の中で精一杯生きている、やれることをひたすらやるみたいなことがあったと思うんですけど、その反対側、鳥がチュンチュン自由に鳴いてるんですよね。すぐそこに日常が、元の日常があるようにも見えるけども、手に届かない、出ることができないとか、交流することができないみたいな、なんか本当あの頃のに感じた閉塞的な感じっていうのが、ここまで写真集で表現できるんだなっていう、ある種思い出したくないようなあの風景でもあるし、それを残しておくっていうのはすごく意味のあることだなと思うような、一冊でした。僕にとっても面白かったですね。はい、ということで、駆け足ではありますけども、約10名くらいの方にお聞きした、お気に入りのスナップ系写真集ご紹介してまいりました。で、今回はスナップ系に絞ってみましたけども、今後人物とか風景とか、また違ったジャンルで、あの皆さんにお聞きしてみるのも楽しいかなと思ってます。はい、機会があればやってみたいなと思ってますので、もし聞いてみたい一冊とか、まあ、なんていう、例えば好きな写真家誰ですかとか、あの聞いてみたいこととかですね、やってみてほしいこととかあれば、ぜひあのコメントいただければと思っております。はい、お付き合いいただきありがとうございました。ということで、またお願いいたします。ありがとうございました。